ご存知家康公のご先祖と一門たち、松平家の始まりと十八松平とは。皆さんこんにちは。皆さんご存知の天下人徳川家康には多くの優秀な家臣たちがいました。彼らのおかげで家康は多くの危機を乗り越え、さまざまな困難に打ち勝つことができたのです。優秀な家臣とは別に徳川四天王や徳川十六神将だけだったわけではありません。家康の親戚たち、つまり松平の姓を持った一門たちもそうだったのです。そこで今回は徳川の前身となる松平家の始まりとその後の一門たちの活躍をご紹介したいと思います。なお今回の動画では松平が人命に付される場合は松平それがしのようにあえて松平と発音しています。何卒ご了承ください。家康のご先祖は源氏ではなかった？家康は徳川姓に改姓する際こう主張しています。我が遠祖は上野の国新田の徳川氏である。平安時代末期、源義家の子孫だった新田義重は四男義末に新田の称徳川号を分け与え、その地名から徳川を称したといいます。やがて室町時代になると徳川親氏が諸国を放浪した末に三河へたどり着き、そこで松平を名乗ったというのです。家康はこの自分の遠い先祖が名乗ったという徳川を踏まえて徳川に姓を改め、自分は源氏の血統であると主張したのです。しかし家康は本当に源氏の血を受け継いでいたのでしょうか？実は松平家の出自は不明な点が多くて、確たる資料も残っておらず確かめようがないのです。家康の主張通り源氏だったかもしれないし、違うかもしれない、そういうほかありません。ただし松平発祥の地と家紋によってその出自を相当程度推測することは可能です。松平家は三河の国加茂郡松平郷に起こった一族でした。また松平家徳川家の家紋は葵です。土地の名と家紋、この二つに共通するのが加茂神社です。つまり家康の先祖は加茂神社の氏子だったのではないかと考えられるのです。そして先祖が氏子では源氏は名乗れないし、武家としての箔も薄い。考えに考えた家康は全く縁もゆかりもない新田氏の一族を持ち出して徳川と改姓したのではないか、そのように考えられるわけです。家康は後に源氏の名門吉良家の系図を拝借して改ざんを加えたとか。そこまでやるとは、武家にとって血筋はそれほど大事なものなのですね。あるいはもっと先祖を遡れば、松平家は古代豪族加茂氏の末裔だったのかもしれません。松平家三代目信光が自ら加茂の阿孫と称していたからです。こちらの説も意外と信憑性は高そうな気がします。なお加茂氏は全国に分布している一族で、取り立てて珍しくはありません。ひょっとしたら家康の親戚筋は至るところにいたのかもしれませんね。松平家の始まりと十八松平家。松平家の始祖とされるのが松平親氏です。彼は伝承に彩られた人物で、その自責の真偽は判然としていません。改正三河御府土記によれば、関東の戦いで敗れた親氏は次州の僧に身をやつし、流れ流れて三河へたどり着きます。すると西三河にいた五郎左衛門という者が親氏を見て、これは常人にはない面相をしておられる、ぜひ我が娘を妻に、と懇願します。親氏は快諾して妻にめとり、やがて小五郎という男子が生まれました。
しかし妻はほどなくして亡くなり、小五郎は五郎左衛門の家を継いだといいます。この五郎左衛門の家こそ、あの徳川四天王の一人酒井忠次を輩出した酒井家となったそうです。家康と忠次は縁素がつながっていたということですね。さて、男やもめになった近氏はまたもや声をかけられます。松平号の地侍だった松平信繁という人物で、やはり娘を妻にしてくれと言い寄ってきました。近氏もやぶさかではありません。今度は松平家の婿に収まりました。近氏はここから一気に勢力を拡大していきます。息子安親と協力し合って、近隣の豪族を次々に屈服させ、松平家を地域ナンバーワンの勢力へと成長させたのです。近氏の死後は安親がその家督を継ぎます。父譲りの武勇を発揮して、岡崎平野の大部分を攻め取り、岩津という場所に巨漢を構えました。その名を取って岩津松平家と呼ばれます。続いて室町時代中期、三代目当主となった松平信光になって、ようやく実在が確認できるようになります。応仁の乱のどさくさに紛れて、安城城や岡崎城を手中にし、三河でも随一の在地勢力へと成長させました。さらに攻め取った地域には息子たちを次々に配して分家を起こさせています。この時に生まれたのが片原、大草、五井、竹野屋、野見、長沢、福光津の七家でした。さらに四代松平親忠の代には荻生、滝脇の二家が生まれ、五代長親の代には深間、桜井、東条、藤井の四家が、さらに六代信忠の代には三木松平家が誕生します。これに宗家である岩津松平家と、そこから分かれた安城松平家等を加え、十八松平家となるのです。松平家中高の祖清康の死と松平一族の造反。松平家四代目親忠は安城城を譲られて移転し、安城松平家の初代となりました。その後五代長親の時に今川軍の侵攻を受けますが、長親は見事にこれを撃退。安城松平家は岩津松平家に代わって総領、すなわち本家扱いとなります。そして松平家中高の祖として近隣にその名を轟かせたのが七代清康でした。大永三年1523年、岡崎城を攻めて手中にすると、周辺の敵対勢力を次々に平らげて屈服させ、ついに三河のほとんどを統一してみせたのです。東では今川家を抑えつつ、西では尾張の織田信秀と熾烈な戦いを繰り広げ、尾張まで果敢に攻め込んだといいます。しかし清康の最後はあっけないものでした。尾張森山で陣を張っている時、家臣の阿部弥七郎に殺されてしまったのです。実は弥七郎の父が謀反を企てているとの噂が立ち、もしかすると処罰されるかもしれないと聞かされていました。やがて陣中で馬が暴れ出し、その騒ぎを聞いた弥七郎は父が成敗されたと勘違い、逆上して清康を殺してしまったのです。これまで三河武士を引っ張ってきた清康の死は家臣たちに衝撃を与えました。残されたのは10歳になる嫡男広忠のみ。将来を不安視した家臣たちはたちまち疑心暗鬼となります。そんな混乱につけ込んだのが桜井松平家の信貞でした。広忠の大叔父にあたるのですが、この機に乗じて松平宗家になり変わろうと考え、広忠を岡崎城から追放してしまいます。追い出された広忠は伊勢から駿河へと逃れ、ついに今川義元を頼りました。
義元の圧力もあって信貞は城を明け渡し、広忠は再び岡崎へ復帰したのです。しかしこれで全てが丸く収まったわけではありません。松平家の弱体化をついて織田家が西から三河を伺い、また義元の介入を許したことで今川家からの影響を強く受けるようになりました。こうして松平家は徐々に力を失っていくのです。天文18年1549年、広忠は若くして亡くなり、ついに三河は今川の属国同然となります。すでに竹千代が人質として駿府へ送られていたこともあり、岡崎城には今川家臣が城代として入りました。さて、主を失った三河では、18松平がそれぞれの生きる道を模索しています。多くの松平諸流が今川家に従う中、片原松平家や三木松平家のように織田に組みする者、あるいは桜井松平家のように不服従の姿勢を貫き通す者もいたようです。竹千代が駿府にいる以上、松平一門や家臣たちは今川の都合の良い手駒でした。織田家との合戦に駆り出されては、命を落とす者も多かったのです。徳川家康を盛り立てる松平一門。永禄3年1560年、亡き広忠の嫡子竹千代を改め、松平元康は義元に従って尾張侵攻作戦に従軍しました。くしくもこの戦いが元康と松平一門たちの運命を切り開くのです。必勝を期して臨んだ桶狭間の戦いですが、結果的に義元が敗死したことで惨敗に終わりました。ここで元康は駿府へ戻らず、義元の嫡男氏真の指示に従って岡崎城へ入ります。ここで織田の侵攻を食い止めろという意味だったのでしょう。ところが多くの重臣を失った今川家には援軍をよこす余裕がなく、元康はほぼ独力で織田家と戦わざるを得ません。徐々に氏真への不信感を募らせていった元康は、ついに今川から離反する決意を固めました。そして松平側から織田家へ和睦を申し入れます。しかしこれはただの和睦ではありませんでした。この時の織田家の当主は信長。元康は信長の思惑を見抜き、和睦より一歩進んだ外交を展開して軍事同盟を結んだのです。これが清須同盟です。織田は美濃の斎藤家を、そして松平は今川家を当面の敵にすることで、互いに背後を気にすることなく戦力を集中できるようになったのでした。さて、元康は義元からもらった元の字を捨て去って家康に改名。ここから三河統一戦を展開していきます。18松平の多くは早くから家康に従属し、その主戦力となって活躍。最後まで抵抗していた桜井松平家もやがて起伏し、松平一門は一枚岩となって家康を支えていくのです。そして三河統一がなった永禄9年1566年、家康は松平から徳川へ改姓しました。これは朝廷から三河の神の官位を得ることで、内外から国主として認められる必要があったからだと言います。家康には別の狙いもありました。それは宗家とそれ以外の松平一門とを差別化することです。同じ松平を源流とするものの、徳川家の存在は特別であり、他の一門が犯すことのできない権威を持っているとしたのです。松平を象徴する葵門にも制限を加え、三つ葉葵を使用できるのは徳川家のみとしました。このように姓と家紋で目に見える違いを見せつけ、そこに絶対的な上下関係を築いたのです。戦国乱世を生きてきた家康にとって一門ほどややこしいものはありません。
能力がなくても重臣になれるし、主君と血がつながっているだけで大きな発言権を手にできる。そんな一門という存在がどれほど厄介なものか、家康には嫌というほど分かっていたのでしょう。すでに没落した岩津松平家を除く松平一門は実に14家を数えます。彼らをおとなしく服従させるにはやはり高い権威で押さえつけるしかないと考えたようです。そんな家康の考えは図に当たりました。江戸幕府が開かれるまで反発する一門は皆無でしたし、むしろ進んで家康のために働いています。その中には死を賭してまで犠牲になった者も少なくありません。大草家の松平正親は桶狭間で先陣となって討ち死にし、滝脇家の松平正忠もまた小牧の駅で戦死、不幸津家の松平家忠は伏見城の戦いにおいて西軍と果敢に戦った末自害を遂げています。十八松平はその諸流や支流も含めれば数えきれないほどの人々がいました。そんな彼らが松平一門の中核となって戦っていったのです。江戸時代に大きな発展を遂げた松平一門たち。家康が江戸に幕府を開いて名実ともに天下人になると、ここから松平一門は大きな発展を遂げていきます。開封当初こそ豊臣恩顧の大名が多かったものの、幕府が主導した武断政治に伴って多くの藩が改易となりました。それとは逆に爆発的に増えたのが松平を称する大名たちだったのです。松平系大名が増えた理由は他にもありました。それは分地という制度が関係しています。これは大名の息子や兄弟が複数いる場合、領地を分割して新たに藩を起こせるとしたもの。この結果、松平を称する1万石クラスの大名が数多く誕生したのです。さて、徳川と宋を同じくする松平一門はそれだけですでに大きなアドバンテージでした。例えば滝脇家の松平信成は6000石の旗本に過ぎませんでしたが、将軍徳川綱吉に仕えて覚えがめでたく、若年寄への昇進とともに4000石の加増を受けて大名となりました。また知恵伊豆と呼ばれ後に老中となった長沢家の松平信綱は500石の小将組番頭からスタート。将軍徳川家光に気に入られて1万石の大名へ出世しています。このように他の旗本御家人に比べて優遇の差は歴然でした。本人の能力もさることながら、やはり松平というブランドの力は大きかったのです。三河以来の御一門という印象操作も働いたのでしょう。ところで江戸時代には18松平ではない松平家も存在しました。それは徳川の分家とも言うべき御家門です。当時徳川を名乗れたのは宗家と尾張、紀伊、水戸の御三家のみ。実質的に徳川を名乗れた田安、一橋、清水の御三卿が生まれたのは徳川吉宗以降のことです。こうした一部の系統以外のものは、たとえ将軍家の一族や家康の兄弟の家系であっても徳川を称することは許されませんでした。ただし徳川に準ずる松平姓を名乗り、また三つ葉葵の家紋を使用することは許されました。これが御家紋です。次の5つがよく知られています。越前松平家、家康の次男結城秀康の家系。会津松平家、第二代将軍秀忠の子星名正幸の家系。久松松平家、家康の威風亭松平康元の家系。奥平松平家、家康の外孫
松平忠明の家系、越智松平家第六代将軍家信の弟松平清武の家系。さて最後に家康の嫡男信康は徳川ではなく松平と呼ばれています。それはなぜでしょうか。実は天正7年1579年、信康は謀反の疑いをかけられ切腹に追い込まれたのです。儒学が盛んで社会モラルを重視する江戸時代、目上の人間に逆らうことはタブーでした。ましてや子が親に謀反を起こすなどとんでもないこと。信康は死後に徳川姓を剥奪され松平姓に貶められました。謀反人が栄誉ある徳川を名乗るのはもってのほか、そんな意識が働いたのかもしれません。